トコハ限界の先へビヨンドザリミッツ。トコハ大学健康科学部看護学科を卒業した清真奈美さん、整形外科、救命救急科、救急病床のある病棟で看護師として働いています。患者さんの入院から退院までに関わり、術前・術後のケアや状態・疾患に合わせた観察・生活指導を行っています。救急担当の時は夜間・休日に緊急入院が必要となった患者さんを受け入れ、専門病棟に引き継ぐ役割をしています。セイさんはどうして常葉大学を選んだのでしょう。私は看護師として静岡県立総合病院に就職したいと考えていたため、実習先に県立総合病院がある大学がいいと思っていました。実習では患者さんを受け持たせていただき、講義では自分が患者役となり試行錯誤することで看護計画を立てていました。今でも患者さんの話を聞き、患者さんの立場で考えることで何が辛いのか、何が必要なのかを捉え、答えられるようにすることを大切に心がけ、日々看護をしています。そんな清さんが今の自分を超えて目指す夢は、ビヨンドザニーズ、患者さんのいろいろな思いに応えていきたいです。看護師となりまだ2年目のため、将来の目標や夢というよりは目の前の患者さんが求めていることを汲み取り、それに精一杯応えることを大切にしたいと思っています。その上で患者さんのニーズプラスアルファの対応ができたらいいなと思っています。トコハ限界の先へビヨンドザリミッツ。